ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。監督は、マーティン・スコセッシ。2013年の作品です。野心家のジョーダン・ベルフォードは、株のブローカーとして、ウォール街の有名投資会社へ入社しますが、1987年に起こった、いわゆるブラックマンデーにより、会社は倒産。しかし不屈の彼は、みすぼらしい事務所から電話一本で、普通は見向きもされない低価格の店頭株を、多量に売りさばくことに成功し、やがて、というお話です。出演は、レオナルド・ディカプリオ、マーゴット・ロビー、ジョナヒル、マシュー・マコノヒーほか、破天荒な男の半生を描いた、実話に基づく物語。過激な性表現とアンモラルな内容から、成人指定を受けた、スコセッシの野心作です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。